教えてください。社長の真、見てください、色とりどりのアクセサリー、かわいいですよね。心が躍ります。私が身につけているバングルと指輪、実はメガネの材料から作られているんです。こちらのアクセサリーを手掛けているのがメガネ産地鯖江市にあるキッソー。お邪魔いたします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。出迎えてくれたのはキッソー2代目社長の吉川誠一さん、48歳です。会社を見てみますと、こう、はい、作業されてる方一目で分かるんですね。ちょうど10月に改装しまして、全体を見渡せるように見やすくしました。その理由は後ほど。改めてですけれども、このキッソーという会社はどういった会社ですか？はい、メガネのアセテートっていう材料を使ってアクセサリーと雑貨の企画製造販売というものをやっています。伝統産業を鮮やかに彩る吉川社長、仕事で大切にしている芯となる言葉は、自分で作ったものを自分で売る。もうこの言葉に込められた思いをぜひ教えてください。はい、もともと我々メガネの材料商社で自分で物を作ってなかったんですね。メガネの材料と技術を使って自分で、自分のブランドを作るっていうことを始めまして、自分のブランドは、自分の思いというものが、詰まっていて、その自分の言葉でお客様に届けるのに、やっぱり自分で売るのが一番ということを今新年に活動しています。自分たちで作ることで作業工程を見える化に、観光客に工房見学を楽しんでもらいたいと、吉川社長は去年会社を改装したのです。ここ当社 の商品のラインナップの、はい、目もキラキラしてきますアクセサリーもキラキラしてるけど、こちらが材料の加工の工房になります。ガラス張りにして中に入らなくても外から加工の現場を見れるというふうにしました。商品への見方、思いも変わってきますよね。そうですね。すごいたくさんの、工程を経てものづくりができてるんだなっていうふうになんか思ってもらえるとありがたいですね。職人の手で丁寧に生み出されるアクセサリー、美しい色合いにはキッソーならではの強みが生かされています。通常我々はこういうそのアセテートの板を部品屋さんとか過去のメーカーさんに販売するっていうことをやってるんですけど、我々が持っている強みっていうものが、材料の色の鮮やかさっていうものとそれを貼り合わせする技術だったんですね。貼り合わせたら1枚の層になるってことですね。はい、でこの柄を自分たちで作って、これを削り出していろんなアクセサリーにするということを始めました。我々自身がその30年以上このアセテートという材料をこのメガネ業界に販売してきてますので、このアセテートの特徴っていうのを一番理解していると思ってまして、その特徴を最大限に利用してさらにまたその魅力のあるアセテートの柄を作ったりっていうのを当社の方でしています。そんな吉川社長にはアクセサリーのように目がキラキラしてしまう瞬間が。それは愛犬のテト君と過ごす時間。去年新たな家族として迎えたばかり。かわいい。疲れて家帰るじゃないですか。はい、その時に僕でも尻尾を振ってよ喜んで迎えてくれるんですね。家族全員にその愛想振りまく結構八方美人な感じの。そうです、ね、ワンちゃんなんですね。ところでそのテト君ってなんでテトっていう名前になったんですか？ですね、僕自身がポテトサラダがめっちゃ好きなんですよ。はい、でポテトサラダっぽかったんですよポを取ってテト。テト、はい、面白い由来ですね、はい
愛犬に癒され、仕事ではアクセサリーで癒しを届ける吉川社長にはどうしても叶えたい夢があります。メガネランド構想っていうものがありまして、このメガネの町鯖江のそのメガネ屋さんたちが集まってそれぞれのものづくりをまあ見せると、産業観光というものをやっていきたいなというふうに考えています。まず知ってもらって来てもらってでファンになってもらうということを我々一社ではできないんですけれども、みんなが集まって一つのテーマパークを作っていくということをやっていきたいです。